回戦です。まずは熊本農業武南戦からどうぞ。3番の亀谷、さあいいボールが出た、ヘディングで、さあもう1回チャンスだ、シュート打った、どうだ、はい、ワットバーでもう1回、江原のシュート決まった。武南高校前半の10分1点を先制。そして外からはもちろん江原、そして今動いたのは8番の斉藤。さあニアサイドはおっとキーパー弾いて、さあどうだ、狙ってきた、シュート入った、ゴール決まった。最後は14番の金川か。さあ坂口、そして浅利、またエレモンスペース、さあ大事で蹴ってこぼれて、さあどうだ、浦田のシュートは決まった、3対0。さあそしてペナルティキックは14番の1年生の金沢が行きます。さあその金沢への大きな声援、落ち着いて決まりました、4対0。